はい、今日は芋ようかんを作っていきます。今回の芋ようかんの作り方は材料が3つ、裏ごしとかめんどくさい作業がないので本当に誰でも簡単に作れます。動画の途中でポイントやこの作り方の応用で作れるようかんなどを紹介するので、ぜひ最後まで見てってください。作って子供のおやつにしたいと思います。まず洗って皮を剥きます。まあ、そんなに気にしないで、皮が少し残っててもそれが味になるのでやっていきます。まず両端を落とします。あ、切りやすいサイズにしていきます。剥いた芋は水に少しつけておきます。こんな感じですね。最後までやっていきます。はい、芋が剥けました。そしたら小さいサイコロ状に切っていきます。少しね、子供が近くにいるのでうるさいかもしれません。ではやっていきます。こんな感じで小さくサイコロ状に切ってください。そしたら鍋に入れます。はい、切れました。大きさとかね、全然バラバラでも大丈夫なので、これに牛乳を入れて煮ていきます。牛乳をひたひたになるぐらい、こんなもんですかね。牛乳を入れてコトコト煮て、芋が柔らかくなるまで煮ていきます。はい、沸騰してきたので弱火にしてコトコト煮ていきます。芋はね、こんな感じですね。これが柔らかくなるまでコトコト煮て、木べらで潰していきます。はい、だいぶ柔らかくなってきたので、ここで木べらで潰していきます。で、ここでポイントなんですが、あまり潰しすぎない。こう羊羹にした時にこう塊が入ってる方が芋感があってすごく美味しい羊羹になるので、潰しすぎないというのがポイントですね。この作り方で作ると甘栗、缶詰の栗なんかも栗羊羹とかにできるのでおすすめです。あとはね、牛乳アレルギーの子がいるお家では豆乳を使ったりすると、まあ、アレルギー対策にもなるので、はい、ある程度ね、こんな感じで潰れたら、砂糖好みなので、うちは小さじ1杯程度入れて、塩ひとつまみ、あとはもう少し練っていきます。牛乳のね、水分を飛ばしてもう少し固くなるまで煮詰めていきます。はい、このぐらいもったりしてきたら、粗熱を取って容器に入れます。味見してもらいます。おいしい人、おいしい。はい、粗熱が取れたので、タッパ、まあ入れ物何でもいいんですけども、タッパにラップ
芋を入れてきます。あとは空気を抜くようにこう空気を抜いたら上からまたラップをして表面がきれいになるように少し形を整えて、これで冷蔵庫で一晩固めていきます。はい、一晩冷蔵庫で固めましたね。これを切って皿に盛り付けていきます。しっかりね固まってるので切る時も難しくないと思います。まず形を整えて、はい、芋羊羹の完成です。簡単にねできるのでお家でも作ってみてください。